明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日はですね、盆栽小野さんにやってまいりました。はい、前からね、一度だけ一回来たことあったんですけどね、5センチのミニ盆栽を作るために素材を探しにやってきます。はい、まだ心拍あるんですよね。心拍はいっぱいあります。いっぱいあるね。うん、っていうふうに聞いて。おっ、不審者ですか？不審者ですか？あら、あ、なんかどっか見たことある人が。あ、仕事さん、仕事さんが登場しました。この近所なんで。あ、近所なんで、はい。出てきました。はい、登ってきました。今日はこの豪華メンバーで大野さん見ていきましょう。やってみましょう。お願いします。はい、行きましょう。本当にびっくりした今。本当にびっくりした。今本当にびっくりした。何から見ますか。どこから行きましょうか。まああの混ざっちゃってるんですよ、いろんなのが。だからこれはね、あの傷ありで安いんですけど、高橋さん。今鉢を見ています。早速鉢を入り口で止まって、足が止まって。年末に整理していっぱい出てきた鉢と、はい、さっきお聞きしました。いいですね、これね、鉢が、うん、なんかあの備前焼きみたいな色がしていいんですよ、これ。巻き釜で焼いてるから、ね、それは。じゃあゲットで事前に選んだりで今日豆盆栽買いに来たのに新藤さんも聞いてた。もう新藤さんの見せてください。新藤さんの可愛いよ。可愛いですね。なんか中に有薬が入っちゃってるから、うん、おやすそうなんです。そうらしい。作者がそのように、うん、ありがとうございます。特別お安く、うん、ろくろですよね。ろくろです、ね、もう全部これだけ手びねりでしょ。それはそうです、ね、これはね、 あとはろくろですね。うちの先生だ。先生もう8で止まっちゃうよね。8で止まっちゃう。豆鉢もいっぱい、豆鉢もいっぱいありますね。あ、こういうのも素敵だな。あ、これ一層さんだ。一層さんですね。珍しいね、その形を。ねえ、探したら、あ、これもまた可愛い。全部花。もうなんか話があちこちで始まっちゃった。あちこち行ってますよ。ケヤキってありましたっけ。ケヤキはどのくらいの、前なんかどっか見たんだよ。いっぱいあるよ。わかりますか、うん、ミニ盆栽ちょっと離れてる。あーそうですね。あーでもいいじゃないですか。これ1000円。これでも1000円のやつだっていいですよね、あれね。あれはね、ただね、根の処理がね、ええ、してないから、あ、一回あの根っこをなんとかしないと、はい、上は綺麗です、はいはいはい、ね、うん、2、3000円のから、2、3000円からなんだ。2000円から5000円ぐらい。おー、でもいっぱいあるんだよ。あ、そんなあるんだ。いや、ハキハキはあるんだけど、好きだからね、ついつい買っちゃう。どうしよう、先に心拍見た方がいいかな。じゃあ先心拍見ますか。ね、先ちょっとまた隣ですね。隣ですか。もう受けさるが。らしい。イチョウ？あ、イチョウか。え？イチョウなのこれ。イチョウ？モミジ。モミジだよね、うん。あ、これはイチョウですよね。あ、それがイチョウだ。これがイチョウ。あとはモミジ。全部山ですよ。山モミジ？山モミジ。うん、山モミジ。これ寝癖だ。これ寝癖。あの、網伏せ。あの種からやって、網伏せの酸化もあるんだ。面白いね。いろんなの出てますよ。ほら、めんどくさいからって言い方あれだけど、で種まとめて植えちゃったりとか、あ、あれあれ、そうそうそう、あれか。なるほど。これは面白い。ちゃんと綺麗に元から曲がってるのもあれば、やっぱりでも網伏せしても曲つかないんで、やっぱり最後はこういうふうに針金で引っ掛けたりとかして、あ、やっぱりね、うん、ほぼここら辺は苗木ですよね。網伏せいいな。網伏せすごいね、話があっちでこっちで。話がもう編集難しそうな。いやいや、ひるまさん、ご無責任、あの、そうそう。でしょ、欲しい。もうないって。ない、だから、私が来た人が、ね、まとめて全部持っていっちゃった。どれなんだかわかんないですよ、それが。わかって、ほらね。網伏せは、もみじ以外は何があるんですか。あ、すみません、一人ごと。あの、未生は全部網伏せにしちゃうんで。断節草。そう。断節草。これも夏枯れるんですよね。そうそう、溶けちゃうんですよね。難しいですね。もう春の実、コツですよね。それは本当に環境は壊れる。そうですね。何回も取らせるんですよ。溶けちゃう。今上が溶けちゃうんですね。あ、桜が咲きそうになってる。どうですか。
あ、本当だ。あれね、あのあれ、なんだっけ、河津桜。早いのかな。河津は早い、1月に咲いちゃうんですよ。売り損ねちゃった。あったかくて。編集が難しそうです。大変ですね。わちゃわちゃ。確かに。これは織姫だったと思うよ。これ。でもはっきりわかんないからね。織姫。わかんないからね。織姫とかね。書いてないでしょ。植え替えてから売ろうと思ってるから、もう名前も書いてないから。はいはいはい。あ、ハブ立ちね、これの他に、うん、あの一番前に、はい、置いてある。本当ですか。ちょっと古いやつが。じゃあちょっとこっちキープして。うん、あ、心拍。はい、ハブ立ち作りたい。いいですね。ね、これもいいなと思って。はい、で、取り留めもなく置いてあるでしょ。だから、なんかいい、これがね、それが全部見るのは難しい。そこから選ぶのが楽しい。ね、編み伏せね、面白い。枝ができてないんだ。一回土鉢に、ちっちゃい土鉢に植え替えて、頭作んないと。ようやく心拍に。はい。どうですか、なかなか。全然。お目当てのところに行くまでに時間が。わー、いっぱいあった、いっぱいあった。おー、すごい。あ、これは結構大きいですね。多分、いろいろあると思います。いろいろある、うん。なるほど。これだと5センチはちょっと無理ですね。あ、いっぱいある。本当だ、大きいのもありますね。細いのはね、1000円ぐらいから。あ、そうですか。これはなんとかなりそう。畳みやすいですもんね。それ5センチです。え、これは5センチ無理だな。5センチ作りたいんですよ。だから細いやつ。あ、でもこういう曲のあるやつあるじゃないですか。下枝がないと5センチできない。そうですね。下枝のあるものを探さない。どういう系を今見てるんですか。ああ、そうですね。やっぱり、まず、これそうね。5センチからもう離れちゃってますね。離れちゃってますね。普通に作れる木はあって。普通に作れる木になっちゃってますね。大きいですもんね、これね。ちょっと大きい。あれ、株立ち Q さんはここから選んだんですか。株立ちはね、一番向こうにある。向こうにあるんですか。あ、じゃあ株立ちも5センチでいけるかもしれない。大野さんと川崎先生と私のバージョン。ただね、数そんなに多くないと思うんで。あ、そうなんですか。売りたい木があるかどうか。あ、そうですね。もうあまりないって言ってますもんね。これなんか普通にできちゃうね。これだけで普通になっちゃうな。これまだそれはこれカラマツ、あの前回の Q さんのチャンネルで扱ってたやつ欲しいと思ってたの。あ、そうですか。やっと買いました。カラマツ大好き。カラマツは落葉しちゃう、落葉するけど、目出しがね、目出しが最高に綺麗です、めっちゃ綺麗。見たことないんで。肌みたいなね。すごい綺麗。あ、はい。どうですか。なんか、動画を忘れて、僕も太さがしますね。しかも本来の5センチじゃない。5センチじゃないやつ。5センチを作れなさそうな。あ、これいけるかな。あ、それちっちゃくできる。これはちっちゃくいけそうですね。これ1個いきましょうか。いきましょう。今何個いってるんですか。まだ2個。まだ2個。なんか向こうが盛り上がってると気になりますよね。なんか何見てんだ。今さんは女性の声に。女性の声に思わず、そう敏感なんです。お客さんが喋ってるのもね、気になってますもんね。気になっちゃう、そうそう。途中のお客さんが来ただけで。あ、来たって。撮影中に来ただけで、もう撮影そっちのけで。そっちのけで。チラチラ見て。チラチラ見て、気になっちゃって。これ赤でしたっけ。赤です。ここまであ、本当だ。赤の種もちゃんと入れました。あ、すごい。袋詰めしました。これだけ大変だな。あ、これ黒ですか。あ、違うか。おじさんが黒刺して作っちゃった。あ、黒か。何も取る。畳んである。あ、ちっちゃいのあるんですか。ここここそこにありますけど、そのうんとちっちゃいのは作ってる最中。あ、5センチったらこれですよね。あれは無理だな。あれはあれ。え、これでも売れるんですか。え、このところの、ここのところは今作ってる最中で、ここ、これは嫌な。それは嫌だ。これは嫌だ。はい、嫌。で、こっちのは大丈夫。こっちは大丈夫ですか。こっちは大丈夫。こっちは大丈夫。ここまで来るのに何年もかかってる。ああ。あ、これはできますね。これもできるな。あ、これはできる。これはできる。あ、これもできますね。今年も心拍の動画が多そうですね。今年の心拍がね。これもできるかな。チェックポイントはどこですか。 やっぱり足元にできるだけ低い位置に枝があるかですよね。畳み込むことはね、多分できると思うんです。ただあとは普
太さですよね、はい、これが曲がるかなっていう5つ買い占めじゃないですか、買い占め6本ああ、私好きですね。向こうにもあります？あの小学校。ちょっとがれてます。がれてますよ。ちょっと元気の全部グリーンクラブに持ってって。なるほど、うん。まだ形になってないのとか、ちょっと傷んでるのとかが残ってる。だってあそこまで傷んじゃった。この辺がみんな赤だけど、でもどうでしょう。元気ないの。ずらしてこうやってやると、そうやってやるとできますね。あるんですか？ない。これもね、私好きです。なんでそんだけ若いんだ。僕が見るやつ、やっぱり昼間さん好きそうなの似てる、ね、似てますね。あ、そう、これ見てましたもんね。これいいですよね。これもいいですよね。つぶさ図書。この間、あの図書の動画撮った時ですね、結構この時期やっていいのっていうのがありました。コメントでね、コメントでね、来てましたね。で教科書通りで言うと、剪定も針金掛けもだいたい5月から9月、はい、というのが一般的なんですけど、まあ、我々やってるのは途中園でハウスがあって、うん、その後管理できるということと、まあ、多少、まあ、動画なんでやっちゃおうかなっていうのがあってやってますけど、はい、ただね、剪定は確かに4月から芽が吹き出してきたんで、5月6月から、まあ、9月ぐらいの間に元気のいい時に、芽摘みと同時に剪定をすることで元からブツブツ吹いてくるんで、確かに5月から9月適期だと思います。針金掛けは5月から9月って言うんですけど、私はなんですけど7、8、9はちょっとやめた方がいいかなっていうふうに思ってます。うん、あの心拍と一緒ですよね。やっぱり水水がこうめぐれちゃう、うん、めぐれちゃう可能性が、う、ね、うん、針金はもともと塗装弱いんでね。なるほど、はいはい。木村さんはどうお考えでしょうか。わしも夏やるとちょっと変になることはあったんで、はい、確かにそうだなと思います。なるほど。そうそう、まあでもあれですよね、ブログとかああいうのでは、そうですね、多分一応5月から9月とは書いてるけども、はい、暖かい時期にってことですよね。暖かいけども、うん、そうそうそう、多分冬場寒さに塗装弱いんで、それで多分そういう言い方をしてるんだと思いますね。5月から9月いいよっていう。じゃあ冬作業した時は保護してあげた室とかいると、やっておけばいいですね。だから私は針金掛けだったら7、8、9よりはやっぱり冬場やって、うん、室入れた方が安全かなということで、はい、まあ、これやりましたということです、ね、ということです。はい、まあ、あの暖かい時期がいいのは確かですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの動画にもなった株立ち、株立ちをさあ、ここでキミコさんも狙ってるんで、そうですね、奪い合いですね。奪い合い、あー、おー、おー、これはいい、これはいいや。この辺はほら、これは株立ちとは言わないけど、でもいい取り替えがある。いいじゃないですか、5センチ。5センチは無理だな。5センチはやっぱさっきの。そうですね。やつと、これはいいや。これはいいやですね。これは面白くなるよ。これはよだれもんだわ。よだれもんだ、これ。どういうふうに考えるかが問題。どういうふうに考えるかですね。うん、この辺はね、やっぱね、もう何十年もやってた人がね、やめるんで、片付けだから、手入れができてない、全部。はいはいはい。だけども、これだってこれ抜かなくちゃですもんね。こんないっぱい、こんなにとこあったらどれ抜いて作るかって話だ。古いですね。古いんです、古いけどね、何もしてない、はい、何もしてないから触りがいはあります。そうですよね。株立ち、ちょっとシントさんどうぞ。いやいや、私出てきちゃったから。いや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 、シントさんせっかく来たんだから。出てきちゃった。シントさん好きなやつ。ああ、これすごいですね。これすごいです。これはすごい。これをできるかどうか。できる、できる、できる。私はもうお金が許す限り、お金が許す限りどうぞ。めっちゃいい。これはいいわ。あ、いいや、すごいいいです。しんとさん曲げれそうだし、こっちは。ああ、いいじゃないですか。これも、あ、これもできる。これちっちゃくできるね。ですね。この木が作られる様子は君のミニ盆栽日和、ね、あ、そうですね。見せてください。そうですね。そうすると小野さんのやつと、はい、川崎先生のやつと新藤さんの、あ、そうか、3つの作り方が、うん、株立ちのね、ね、株立ちの、ただ株立ちの心拍の素材が全然手に入らないですね。多分そうですよね。取り消しましょう、皆さん。まだあるらしいですから、ちょっと探しましょう。そうですね。あ、黒ですね。うわ、これ面白い。これは好きじゃないですか、5000円じゃ。そうですね。黒なんだ。黒か。これなんだか、すごいですね。
これは、うん、変わってる。あ、これ赤ですね。赤でも上がりますよ、値段。この間、うん、ほらグリーンクレーブ行ったじゃないですか、はい、赤くなったなと思って ね僕も赤松のこういうの、ね、いいのあるなと思ったら高くて。高いですよね。倍ぐらいになってるんじゃないと思う。貢献してますかね。貢献してますよ、赤松業界に。これ面白いけどな。これなんか、あ、それ赤っぽいですね。あ、それならなんか向こうでさっきの見つかりそうですね。これがでも5センチになるかもしれない。いろんなところで足止まりますね。足止まっちゃいます、ね、そうそう。行こうかなと思うとピタッと止まっちゃ う, そ う, そう。見るものいっぱいあるから。そう、あ、これはあれですよ、ご主人が作ったやつですよ、神田川って。あ、大野さんの、ね、うん、そうそう、宮城さんの。料理人ではありません。ユーザン、本当かな。ユーザン、ユーザン、あのユーザンですか。ユーザンですかね。足はいいな、足はいいけど、こういう足作るかな。これあれじゃないですか、シースイさん。あ、これそうなんですか。あ、そうだ、ピンクだ。そうですね。こっちが、それから、うん、太鼓同調法っていうので、うんうんうん、独特の形らしい。あ、なるほど。もうすごいですね、キューさん。あ、そうだ。こないできたって。ね、あ、そうか。あ、これいいですね。確かに。手作り感があるんですよね、この鉢にね。これも可愛い。あ、そうですね。豆盆栽やるなら豆鉢も。豆鉢買わなくちゃいけないですね。いけないから。まだ入門だから。畳んだやつたちをこいつらに入れないと。植えないといけないですもんね。これいいな。これ面白いですね。うん、その前のかな。これいいですね、この模様ね。面白いよね。観賞用。観賞用。植えてください。植えるとちょっと枯れちゃうんです。これは気になる。草かなんか植えとく。使った方が味が出るからね。ですよね。デーモンの特に使わないと照りが出ないから。途中ですか。途中ですかね。今、いや、いくらになるんだろうなっていうのがちょっと怖くて一株見て。あと寝伏せ。寝伏せも欲しい。寝伏せをちょっと。まだ途中経過です。あ、網伏せ。はい、網伏せの木を探しております。探します。あ、ここにも心拍あったじゃないですか。さっき見たじゃないですか。え、見たっけ。ここ。あ、ああ、あれか、株立ちか。もう、わかんなくなってきちゃった。あ、これまた違うやつですね。これ、この間作ったやつ。あ、これさ、動画でやったやつだ。うん、あ、そうそうそう、これそうですね。この間、あの、こんなに極端に曲がらない場合は、短切り豆。はいはい、短切り豆。短切り豆ってやつで、一回昔からして、一年草だと思ってた、多年草だっていうのを、ね、外し忘れちゃう。話がとっ、話が。ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとシントさんに聞きたい。何？短切り豆？短切り豆は…短切り豆？短切り豆ね、いいですよね。短切り豆知らないですか？これね、身がね、お豆が乾いてね。それが、タンを切れるんですか？なんか、そういう薬？薬草？本当？っていう風に。短切り豆。うん、カッペ。そう、カッペのやつです。鶴だから、鶴っぽく作ればいいのかな？うん、こんな感じ。これはうんとなってるとこだけど、はいはいはい、こういう風に。真っ赤な実がなって、はいはい、であの割れると黒い実が飛び出すんですよ。だからこの辺でなって、盆栽で飾ってる人いるよね。あの、つるものとしてそういうあのちょっとつるっぽく、うん、そう、山陽草の人は高色の上からビューって伸ばしてパパパパパパって、うん、あ、いいですね。あ、いいですね、パーッとね。長さは自分で好きなようにできるから、短くしたければ切り込むと葉っぱの元からこうやって枝が出て、ここにすぐ花が咲くから、短く止めればそうなります。なるほど。寒さに弱いそうです。割と弱い。あの、西日本の原産地なんで、うちちょっと寒すぎるみたいで、外では無理。ここなら大丈夫ですよね。このくらいなら大丈夫。はい、はい、大量に購入させていただきました。購入しました。5センチ盆栽買う予定だったんですけど、いきなりちょっと大きい、こういう心拍をですね、ちょっと大きいやつを買ってしまいまして、はい、5センチにはなりません。なりません。はい、はい、あとはこの辺の面白い心拍ですね。このやつもちょっとね、枝が多いんで抜くようですけど、これと、それからこの辺がもうミニミニシリーズですね。ミニ、ここは5センチ候補。ここら辺が5センチ候補がもう小野さんにこんなに持っていかないでって言われたやつです。こういうちっちゃいやつですね。はい、針金ぐるぐる巻いて畳み込んで5センチ候補。これ辺がまたちょっとこの辺が違うのかな。この辺とか、あ、これも5センチ候補かな。この辺全部そうですね。5センチ候補が2、4、6、8本。はい、あ、これも9本か。これも
Q さんがさっき いつの間にか入っちゃったやつですね、はい、ちょっと間延びしてますけど畳み込めば、はい、面白くなると思います。はい、そんな感じで あとね、黒松と赤松、これが黒松、これ黒なんですけどね、これも5センチにしようかなと思って ここが面白いですね。ここが面白いからぐちゃ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 っとこういうふうに5センチ。これもですね、これももしかしたら、これは赤なんでちょっと冬場できないんですけどね、うん、これもちょっと、うん、普通ならこのままでもいいんですけどね、このままで作るかもしれないですけどね、文人っぽい感じ で、 文人っぽい感じで。あとは鉢が高さんなのかな、はいはい、高ですね、高さん、ちょっと変わってね、この辺の面白いですよね、なんか分けやり品だということで、それはいいのか。あとは止水鉢ですね、この間紹介した礼鉢と、これ面白いですよね、これ綺麗なね、輪花なのか、輪花、うん、って言うんですかね、これね、っていう鉢をゲットしました。ということは、はい、これで全て、これで全てですね、です、はい、盆栽級で紹介をしたいと思います。はい、また今年も新白ばっかりしばらく続きますね、続きますね、はい、こちらもご期待ください、はい。キミコさん買ったやつは君のビニール盆栽日和です。ビニール盆栽日和、口が回んなかったです。3分ぐらいになると思います。そちらで上がりますので、あ、お楽しみ。今もう全員入りましょうよ、全員入りましょうよ。じゃあ小野さん真ん中で、はい、なんかお知らせあります？知らせ、立春盆栽大市、国風ですよね。2月の8日から18日まで、2月の8日から18日、国風と一緒に、はい、ね、上野グリーンクラブで立春盆栽大市と、はい、売店がありますね。長いんでね、寒いし外だし雪降ったら困るんですけど、 ね、 でも遊び来てください。はい、うちの息子も待ってます。うちの息子もお父さん、抱きつきたくなっちゃう。この2人の今の会話はおまけ動画で、なぜか謎が分かりますので、年末で話した時なんか抱きつきたくなっちゃうっていう意味がね、分かったんです。なんとなくそういう縁があったっていう、シンパシーがね、はい、なんか抱きついてくなっちゃうで、というわけで、はい、というわけで大野さんで買い物してみた動画でした。はい、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今日はですね、特別すごいことが起きまして。すごいこと、ええ、すごい事実が判明したんですよ。そうそうそう、実はですね、事実あ、知らない、話してないって、まだ大河くんなんですけど、はい、大河くんのお父さん、お父さん、実は私なんです。違う今のは NG かな。何があった去年あれやったじゃないですか、クレに YouTube の忘年会やって、で二次会の、スペースでツイッターで入ってきて話をしてて、はい、どうもそれお父さんが聞かれたらしくて、お父さん、はい、大河君の、うん、でそしたら次の日 DM が来て、うん、で私昼間さんってマッピーですかって、ね、マッピーっていう、まあ、あだ名なんですけど、え、知り合いだったんですか。お父さんが同級生の友達だったっていう。そう、びっくりなの、びっくり。え、じゃあ昔のあだ名がマッピーって、マッピーって、でお父さんがね、チャーボーとかチャーって言うチャーチャーです。お父さん同級生、同じ中学の同級生、びっくりして、すごい。そうで、まあここまで、あれ向井の話って聞いてる。向井さんは知ってますけど、知ってない。向井さんね、私とそのチャーの一緒に旅行行ったりしたんですけど、はい、もう今日は特別、今までほら年齢隠してたんだけど言っちゃうと、タレントの向井明さん同級生がいて、はい、で彼女がすごい、手術をしたんですよね、うんうん、お子さんの妊娠と同時に子宮頸が見つかってっていうんで手術をして、でその後結構心身ともに大変だった時だったんで、で私とそのチャーと大学のお父さんと、でもう一人伊藤っていうのがいて、伊藤っていうのは伊藤のお兄さんが、実はそのチャーの上司なんですよ。すごいマニアックな話です。消防士さん。消防士さん。それであとは向井とあと女性6人で箱根の旅行に行ったんですね。はいはい、で、その後向井は16週すごい長いオープニングじゃないですか。おまけ。でね、その後ね16週っていう本を出したんですよ。はい、その本を出した時にその中に箱根の夜っていうタイトルのところがあって、うん、でそこに私とその
太陽くんのお父さん登場するんですけど、そう、私はね、なぜか大宮南銀の帝王って言われてそうなんですか。いや、ちょっと作ってますよ。向川さんとみんな同級生、同級生なんですよ、私とそのお父さんと、はあ、人生みんないろいろ大変苦労しながら生きてるんだよっていう、そういうので紹介されてるっていう、はい、ちょっとそこでちょっと長くなりましたけど、びっくりだね、びっくりだったんですよ。そうそうそう、え、全然何、それまでお互い連絡を取ってない、知らなかった、連絡も取ってない、だから昼間っての聞いて、昼間って名字って珍しいじゃないですか、うん、あ、うんうん、で、マッピのことって言われて、うん、マッピって誰って、そうそう、で、マッピルマのマッピ、多分マッピルマのマッピルマで、マッピルマだからね、で、それで確認したら、そうだ、びっくりした、そう。で、1日に向井から LINE が入って、あの、明けましておめでとうのやつが入って、うん、で、実は盆栽で仲良くしてるこのお父さんがチャーなんだよって話をして、そう、で、YouTube で言ってもいいって言ったら、全然構わないって、一応OKもらってます。あ、なるほど。はい、今日の話はね。ああ、すごい、すごいです。そうそうそう、6人、男女、3人ずつ。何もなかった、大丈夫です。多分チャーも何もなかったと思います。仲いいですね。仲良い、そうそうそう、そういう関係だったっていう。いいですね。びっくりですね、はい、じゃあ中入りましょうか。ちょっと水道さんは出てこない、ちょっとね、あのね、一回これおまけいきます。いきます。おまけは以上です。おまけ以上、はい、ありがとうございます、はいはいはい。